はい、こんばんは、ポップです。エフェクトチャンネル3月28日土曜日。今回は週末スペシャルということで、ポンド園の中長期的な目線からの解説をしていきます。 え、いつものデートレイに加えまして、スイングトレードにも役立つような解説にしていきたいと思いますので、よろしければ最後までご視聴ください。え、それではね、え、早速見ていきたいんですが、え、まずは、え、全体の相場感からですね、え、今週末の金曜日のね、終わりのところから、え、株式相場見ていきたいと思います。え、金曜日のね、ニューヨークマーケット、ニューヨークダウンに関しては、引け間際に大きく下げて終わるという形でね、え、少しリスクオフが強まった形でクローズしたというところでございます。 ニューヨークダウは前日比マイナス915ドル。 終わり値で21,636ドルということでね、えー、こちらは4.06%の下げという形で、まあ、えー、戻り高値のね、22,000ドルを割り込んで、えー、クローズするという形で終了いたしました。えー、株式相場がね、売られるということで、今回はね、債券相場、アメリカの国債の方は買われているという状況でございます。米国の長期金利、10年国債利回りに関しては0.660%ということでね、一時は1%を超えていた債券のね、 利回りの方も大きく低下ということで、国債が買われてダウが下がるという形で、ね、リスクオフの動きが鮮明になっているというところでございます。そして、原油の方も、ね、こちらはアメリカのハイイールド債にも非常に 影響を及ぼすというような形になりますが、原油の方もね、一時は1バレル25ドルを超える場面もあったんですが、最終的には21ドル台で引けるという形でね、少しリスクオフがね、まあ週半ばではね、株式相場上がってきたんですが、最後の最後で下げて終わるという形でね、締めくくられているという形でございます。そんな中でね、ポンド円の方は、逆、 高高をね、演じている形となりました。こちらが60分足、1時間足のチャートでございますが、先週の末はね、130円を割り込んで終わってしまうという形でね、明けた月曜日、火曜日の前半部分もですね、128円ぐらいでサポートを受けながら、まあ、下値をね、張り付きという形でございました。ただね、火曜日の中頃ぐらいから一気にね、上方向にブレイクしまして、130円を上回ると、一旦はね、 調整する局面もあったんですが引き続き続高値そして一旦は、ね、133円を超えた後に調整で、ね、130円割れという形でボラティリティが高いような状況でございますが最終的にはボリンジャーバンドの上限と下限を行き来するということで、ね、少しレンジを挟みながら再度、ね、週末にかけて大きく上昇トレンドに乗って134円超えという形で、ね、クローズしたというのがポンドの1週間の動きでございます。 途中ね、ねジョンソン首相がコロナウイルスに感染するというねニュースも流れて、イギリスの株価はね下がる場面もあったんですが、ポンドの方はなぜかね対円に対して非常に強いという状況でございます。この1つの理由としましては、基軸通貨の米ドルの方がですね今まで買われていたのが、一旦ねそこの無期限のドルの供給によってですね少しドルが売られ始めた。その受け皿ととしてままポンドがね非常に大きかかったんじゃないかない もねユーロも買われたというところもありますがそれに順次でポンドも買われていたということで対円に対しても円安方向ポンド高方向で1週間はほぼほぼ推移したという形でございますまあ、ポイントとしてはね、このまま円安方向ポンド高方向が進むのかというところがね、今後の焦点となろうかと思いますが、まあ、これはねもう少し時間軸を伸ばした4時間足見ていきましょう こちらもね、綺麗にトレンド転換しているというところでございます。こちらがね、4時間足でございますので、約1ヶ月間の時間軸のチャートと思っていただければと思います。こちらね、3月の上旬ぐらいからは移動平均線が右下下がりということで、引き続きね、弱気の相場、下落トレンドが続いていたというところでございます。4時間足の移動平均線付近でですね、レジスタンスを受けておりまして、要線が陰線に切り替わることが1回、2回、3回、 回回とととね繰り返し行われていいいたうころでござますそしてね、これは先週となりますが、振り返ってみれば、1ポンド124円ぐらいまで下がったところが一旦の底ということで、そこからね、一気に移動平均線ぐらいまで回復。一旦はね、この移動平均線で反発を食らうものの、しぶとくえ上値を抜けてきまして、一旦はボリンジャーバンドの上限に到達。そして、ポイントとしましては、一旦超えた移動平均線でね、この辺りでしっかりと1 2十 1時間足、えー、見ますね、この月曜日と火曜日で,で、すねここで、えー、しぶとくね128円ぐらいでサポートを受けたというところで、移動平均線でね、えー、しっかりとサポートが入ったという形になりまして、その後は、えー、移動平均線が右肩上がり、その上側を平均足のチャートが推移するという形でね、えー、強い相場ができてきたというところでございます。まあ、このままね上方向に行くかどうかというところなんですが、まあ、当面といいますか、えー、今週 来週,えー、来週の初めぐらいですね、来週の初めから中頃ぐらいまでは上昇相場がね、まあ、続いていくんじゃないかな。まあ、その目処としましては、136円から138円ぐらいまでもしかしたら届くか場面もあるかもしれません。ただ、えー、ニューヨークマーケットのね、えー、ニューヨークダウも含めてですが、一旦はね、えー、戻り高値のダウに関しては2万2000ドル、そして、えー、日経平均に関しては大体2万円弱ぐらいですかね、えー、そこのあたりの高値をつけて、少し下落をしているということから考えます。 と一旦ねこのの戻りの高値というののはは株式の方はピークをつけているということはね、ポンドや豪ドルの方も一旦はピークをつけてですね、また再度少しね、2番底を狙いに行くんじゃないかなというところが予想されますので、まあ、今のところ伸びてはおりますが、少しトレンド転換を意識しながらですね、強気でロングというところよりも、まあ、前半戦はロングでもよろしいかと思いますが、折を見てね、トレンド転換を意識していかないといけないかなという状況でございます。 見ますと、ねまあ、今移動平均線と平均足のチャートが非常にか、ね、乖離しているということから少し戻りを受けながらも基本的には移動平均線よりか上側で、ね、平均足を推移するということであれば少しロングが組めるかなというのが来週前半に向けての動きだと思います。しかししかながらね日足の方を見ていただきましょう こちらですね。一旦冷やし方向で、えー、まあ、大底をつけましてね、124円ぐらいから、今、10円ぐらい、えー、まあ、戻ってきているというところでございます。えー、当初ね、当初ね、コロナウイルスの感染拡大の前はですね、まあ、142円から144円というね、えー、まあ、このあたりね、レンジ相場を作っていたところから考えますと、今、やっと半値戻しというところでございます。まあ、半値戻ってきましたので、えー、まあ、どうなるか気になるところですが、移動平均線ね、えー、とうとうこの冷やしベースの移動平均 平均線で一旦はタッチしたということでまこのあたりでね一旦戻り高値がついてもおかしくないかなというところでございますえただねこの日足を見ていただきますとま132円を超えたところぐらいからですねえ138円から140円ぐらい この辺り見ていただきますと、あんまりサポートとレジスタンスのラインがないというのがね、今までの冷やしの動きでございます。まあ、見ていただきますとね、この辺りスルーッと落ちてきましたし、その前段階もですね、130円超えてからですね、132円からだいたい138円ぐらいですね、スルーッと上がってきておりますので、案外この130円台の中盤に関しては、サポートレジスタンスが起こりにくいというような状況が続いている形でございます。まあ、そうしますとね、一旦はスルスルと 上がる時には少しボラティリティを伴いながら上方向に進むというのはありえますので一気に136円ぐらいまでいくというのは十分にありえるかなまあ下手すればね138円ぐらいまでいくかなとは思いますがこのままねずっと上がり続けるというところは難しいかもしれません先にねまあベドル円や5ドル円ですねこちらの解説もしておりますしベ米ドルの方はすでにもう売られ始めておりますが5ドルも少しピークアウトしているということを考えますとね 上げたところろかから一旦はね売りが入るんじゃないかなといいいととうここでございます、まあ、これはね、テクニカル的な要素というところよりも、一旦は他の状況ですね、株式相場や5ドル円の相場、こういったところを見ながらの判断となります。ただね、ポンドの方は先ほどお話しした通り、こちら132円を超えたところぐらいからですね、あまりサポートレジスタンスがないものですから、すぐにね、下がるというところよりも、一旦はね、大きく上げてからの下落というところをね、意識していただく必要があるかと思いますので、今の 段階でででショートで入るとといいいううのは少し危険かなというところでございますもう少しね、えー、上がったところで、えー、しっかりピークをつけたというところが確認取れてからですね、えー、ショートという形になりますので、ポンドの方は前半戦はね、えーまあ、ロングで攻めていただきながらも、まあえー、来週のね前半から中盤にかけては利益確定をしていただいて、ショートに備えていくというところがね大事かなというところでございます。えー、最後のね、えー、60分足にまた戻ってお話をしますと、基本的に今の状況ですと、えー、移動平均線ね、 えー、移動平均線付近や、えー、その上側でね、えー、サポートラインが入っている、陰、えー、線から要線に切り替わっているというところもありますし、4時間足見ていただいてもね陰、えー、線から要線、陰線から要線というのがね平均足の、えー、すいません移動平均の上側で起こっているというところでございます。この移動平均線が少しね 右肩上がりから寝たところで、まレンジ相場が入ってきまして、それからね、少し弱い相場になってきますと、右下下がりになってくると思いますので、まあ積極的にね、今からショートを組むというところよりも、しっかりとこの移動平均線が上がりきってね、横ばいか右下下がりになってからショートを意識するという形で、まそれまではね、ロングで強気で攻めていただきながら、心の中の準備としましては、ショートの準備をしておきましょうというところでございます。ただね、先ほどもお話しした通り、冷やしベースでね、 サポートレジスタンスのラインが明確にはないというところから、積極的にポンド円でトレードするというのはね、どこがレジスタンスになるのか、どこがサポートになるのかというのが比較的分かりにくいという形になろうかと思いますので、まあ、デイトレをもしするのであればね、米ドル円、5ドル円といった分かりやすい通貨でしていただくというところで、まあ、週の中盤以降ですね、来週の中盤以降、ポンド円の方が分かりやすくなったタイミングでですね、ショートを組んでいくというところを今のうちに狙いをつけておいた方がよろしいかなと思うと ということでね、えー、まあ、最初の方は手出し無用ということで、週前半は様子見をしながらですね、まあ、どこまで戻していくかというところを注目しながらですね、えー、まあ、他の通貨でデイトレイをしながら、次のね、トレンド転換を待とうというところでよろしいかと思います。まあ、積極的にね、ロングを組んでも悪くはないんですが、ただね、落ちるときは一気に落ちますので、そのあたり逃げる用意がね、できていないと、一気に含み損を変えてしまうという形になりますので、ロング入るところではですね、しっかりとストップ プラスを入れながらですね急落には備えていただく必要があろうかと思いますので参考にしていただければと思いますはい、まとめますとねポンドの方は週前半はね強気でよろしいかもしれませんが他の通貨や株式を見ておりますとピークアウトを迎えるケースが多いというところがありますのでまあ、週の半ばぐらいからですねショート目線に目線をね落としていただければという形でございますので参考にしてください はい、えー。以上でね、ポンド園の解説を終わります。えー、今回の動画がね、えー、少しでもお役に立ったということがあればですね、いいねボタンや、えー、チャンネル登録、えー、ツイッターのフォロー、えー、お願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。えー、今回は以上です。今週も一週間お仕事とトレードお疲れ様でした。バイバイ。